散歩に参りますが、ここは思考って入ってるんですけれども、どういうふうに見ればいいでしょうか。12度で見たもの、遮光炉といって、なんだ、12度でちょっと言いそびれたことがあるので、これ言っときますね、やっぱね、じゃあ戻るね、12度、戻るってことじゃないんですけども、いつも戻ってるような前の度数引っ張ってきてるような部分があるので、そこでも補足的な感じで言いますけれども、でそのなんかね、儀礼的な中でのそういうさ、能力に基づいた人間関係を確立すると、成り上がりとかそんなような、意味合いが一つありましたけれども、それを踏まえて次何よっていう、泉鏡花の数の後ね、どうなのかっていうところですけれども、で何を言い忘れたかっていうと、そのサソリ12の対抗ですよね、その牡牛12を見とこうかっていうところで、言いそびれたのでテキスト書いてあることですけども、ちょっと補足言わせてもらいますね。もし12度がそのウィンドウショッピングをしている若いカップルですね、これはどういう意味合いの度数かというと、直接的に欲望の充足を図ろうというね、そういう度数であって、そのために外に外界に関心を持っていくという、そっちに向けていく度数だよっていうことだったわけですよ、ちょっと端折って言うと、つまりだからサソリ12もそうやってね、欲望の洗練化っていうものがあって、そこでギブアンドテイクの人間関係を構築するっていう、そういう度数だったわけだけれども、だから外への働きかけっていう意味合いとしてはね、その方向性として同じであって、掃除系のものだよっていうのはね、あるわけなんだけれども、ポイント何が違うのかっつったら、このサソリ12の場合はその儀式化されて様式の中でそれを展開していってるっていうね、もうストレートにその牡牛12のように何かこう欲望を満たすためにボンとそのなんか対象にぶつかって飛び込んでいくような感じじゃないなっていうところですよね、儀式化された鮮明さがちょっと出てくるっていうのはこの注意ですね。むしろその欲望の対象そのものよりも、鮮明化されてるその何とかな、ものに酔ってるってことですね。酔ってるってことではないんですけど、その中でのそのね、だから利害の 50-50 がギブアンドテイクな感じっていうのに酔ってるとは言わないけれども、それを良しとするような人間関係になっていくという。で、お牛12だったらもっとストレートに自分の欲求を満たす方向に関心があってあるよっていうね、その違いがあるっていうところで、ちょっと前の度数の、振り返り、おさらい的なものにちょっと補足をしましたというところで、よろしいですかね。じゃあ天秤以降はこれ太鼓サインちょっと見てた方が細かいこう違いが分かる、ね、前回からそのちょっと意識してやってますけれども、乙女までやってきたことを振り返るような感じで、適宜ちょっとね太鼓は見ていこうかなと思っております。今後のやり方としてもね。で、それを踏まえてサソリ13なんですけれども、でそんな風に、じゃあ儀式化された様式の中でこう欲望をこう鮮明化させて、人間関係を作っていくという、そんなようにしていた、サソリ12のがあるわけですけれども、じゃあ今度、13度ではどうなのかという、それで思考というね、見出しをつけましたが、一見無関係なものを関係づける能力の必要としました。シンボル自体が発明家が室内実験を行う、割と分かりやすいですね、で室内実験ってちゃんと訳してほしいんですけれどもね、ラボラトリーエクスペリメント、それがなんか実験室で実験をやってとか訳してる人がいたのかな。あ、そっかそっか、決定版かどっちかで出てたの、ですね。その外でって発明家が研究室で実験をしているとか、実験をしている発明家なんていうふうにやってますが、インドアであるっていうことね、研究室の中でやってるっていうことのが大きいわけで、それ何かっていうと室内実験っていうちゃんと言葉があるんだから、それを使おうよって慣用句としてね、言ってること自体は普通
数とかそのまんまなんて意味変わらないんですけどね、うん、ちょっとそこは見ておこうかなというふうに思います。でもって、キーノートが文明化の根底にある達成の衝動的な本能っていうものですね、うん、これもまあストレートに分かりやすいキーノートかな、珍しくと思いますけれども、うん、でつまりだから12度で見られたようなその儀式化された儀礼化された中での装い様式の中での欲望の洗練化、そういったものそういう方向で行くものを踏まえてと何度もかんでも言ってますが、それを踏まえた後に13度にどういうことか、物事の根本にある関係を把握してそれらの組み合わせや応用を考えるとするっていうのを書きましたけどね、そうやってじゃあ洗練化されている正解に儀式化されている様式の中でこう自分がこう乗っかっていくことで、うん、ある意味こう自分を殺してる部分もでき出てくるわけじゃないですか、うん、合わせなきゃいけないっていうね、うん、そうするとやはりその中で排除されてくる部分も出てくるわけで、うん、あのこの場ではこういう振る舞いはふさわしくない、うん、こういったことはちょっとやらないでおこうという、うん、この前に何とか感情のコントロールがテーマになっていますっていうのは前半で頭の方がありましたね、4とか、うん、4度ですね、うん、そういう時、まあ、儀式っていうことについてその4度と12度っていうのをね、うん、ちょっと同じような層でちょっと捉えてもらいたいなって気もするんですけど、うん、だからそれで外れてきてるものそこからはみ出してるものっていうものをどう扱うかっていうところで、うん、4度からの5度とは少し違う、うん感じで捉えてほしいと。4度ではそうやって、じゃあね、コントロールできなかったものから何を見出したかっていうと変わらないものを見出しましたよ、うん、変わらないでいることを見出したわけなんだけれども、うん、今度はじゃあ12から13のこの流れでどういうふうにどういう展開になってるかっていうと、うん、じゃあ全然そうやってうまく、ね、扱えなかったものとか、まあ、いわばコントロールできなかったもの、まあ、その4度的な言い方してますけどもね、うん、12度の中でこうじゃあ儀礼的なものから排除されていったものっていうのを、うん、そういうものをどうやってじゃあ再利用していこうかっていう、ねうん、そういう感じにこの13度でなっていくよっていう、うん、また再利用が出てくる、うん、っていう感じですよね。でその時にじゃあ12度でこう出さないでおいたもの不要だから不要そこでは好ましくないから出さないでおいたものとか儀式の中でそういうのやっちゃよくないだろうから隠しておいたものとかそういったものなんかと、うん、で実は表に出してもいいものっていうものが、うん全く無縁ではなくて、うん、何かの関連性とか接点があるんだよっていうことをね、うん、ここの13度で気づくっていう、うん、そういう度数だっていうふうにちょっと考えたんですね、うん、で見出しとしてもう一回見ますが一見無関係なものを関連づける能力の必要、うん、そんな風に弾かれたものと必要としたものってとかね、そういうふうに分けてみたらそうなんだけれども、うん、それを、まあ、そういうふうに見えるけども実は関係あるんじゃね使えるんじゃねっていうような格好でそれをつなぎ合わせてみよう組み合わせてみよう、うん、そんなような応用の可能性ってあるじゃないかと、うん、そこにこう一つね大きな発見をする気づきを見出すという、ね、そんな度数だっつうことでちょっと。うんご理解をいただければという感じなんですね、うん、12度と密接に結びついてるわけですよね。でこぼしたものをもう一度再利用、はい、違うんですね、うん、でもこうキーノートを読みましたっけさっき読みました、うん、達成の衝動的な本能っていうのはどこら辺に出てくるんですか、まあ、文明化の根底にあるんですからね、うん、
な文明化というのが12度で示されているのはその欲望の洗練化ですよ、うん、要するにその綺麗に乗っかるっていうことですよ、いわば、でその根底にある何かっつったらそれ、それ形に合わせていくことと形からはみ出ていくことですよ、根底にあるものとしてね、でそこにあるものをひっくるめて言えばそうですけれども、で達成の衝動的な本能、達成も実自己実現的な達成ですよ、それもちろんね、そういったものにもこう衝動的な本能を気づくというか、これとこれ組み合わせたらさらに大きな発展があるんじゃないかと、そういう何かがこうプラスアルファの達成ができるんじゃないか、なせるんじゃないか、なしうるんじゃないかっていうようなことに、まあ、衝動的な本能的なこう関わり方を見せていくよっつ、むしろその12度の達成とか、なんかこういう文明化ってものをもう一回再確認というか再調査するっていう感じでも思ってもいいのかな、再調査ってほどでもないけど、まあ視点としてそういうことですよね、で再利用をする、そのためにいろんな組み合わせを考える、実験的にいろんなことをやってみる、そんなふうに考えていただければというところですか、プログレム栄養性が M さんの場合はあるんですけれども、プログレム栄養性ってそこまで重要視しますか？ちょっと見るかな、アスペクトとして友達がここなんですよ、太陽が、太陽がここの人で、でも実際まで上がった、見てもらう、あ、私が、はい、私が正しいです。で終わった後にこうチャートを交換して見てるので覚えてます。で、あの方か、後にいらした方、じゃなくてじゃない方、違う人だったけど、まさにこのまんまの、キーノートのまんまの行動をする人です。ちっちゃいところでも見つけてきて、これで実現しますよねっていうのをやる人なので、前使わなかったものの中でこれがどうですかっていうのを持ってくる。で一番今はすごく仲がいいので、やっていくときにすごく仕事やって出てもやりやすいし、取りこぼれがないので、パートナーとしてすごくやりやすい。いろんなものを固めていく作業の中での達成ですよね、その中でこぼれていったものを全部拾って、リカバーしてくれる、そういうストックも作るんですよ、今必要なものじゃなくてこれはいつか使えるっていう、なんでしょうね、ランク付けでストックができるので、すごく仕事整理能力も高いですね、っていうのが現れてる人です。何が関連付けられてるかっていうと割と理解しやすいっていうか、うまいんでしょうね、ですね、関連付けられてるからこそ、そってめっけられるのかもしれないけれども、むしろでも雑多にもうこぼれたものを全部拾ってきて、これを組み合わせたらいいんじゃない、関連があんじゃねっていうふうに考えるっていうことでもありますよね。それ受けてここまでで質問ないですか。割と12度はこう怒りの階層のところを取っていて、で13度はその周辺というか変縁というか、なんか12度がすごく洗練されてる感じで、13度多分泥臭いと思います、あ、そうなんだ、でこれどん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 持ってきて組み合わせて、あ、一緒になったとか、ちょっと次の ピースが来たら合うかもみたいなので取れる人が、12度はもう最初からそこに合うものを自分で選んで持ってって組み立てましょうっていうのね、そういうことです。再利用ありがとうございます。松村さんは13度はすごくカリスマ的な能力の高さとか、そういうのの精査でもそういうのを表すということですけど、13度どの星座も、あ、どの、このサインも、そしたら1たす3は4っていう、そういう数学的なものではなくて、12プラス1とかさ、タロットカードだと死神、死神だよね、でなんかこう、何か天才的なものとか、やっぱり数比的なものから取ってるね、その13度の意味ですよね。それ前検証したあのカリスマ度数の話じゃないですか、カリスマ度数はね、16度だから、あ、16度ってかエクスカルバーのところでしょ、あ、13度もエクスカルバーだっけ、でね、うん、13度、だからそうだと思って今言ったんだけれどさ、ね、作業は泥臭いけど、私の友達は、見た目はめちゃめちゃお嬢様みたいな感じで、
うん、高そうな人が感じがしますね。やっぱりあの人が何発で来られたね非常に落ち着いた感じのね、余裕のある感じの方、今日、うんうん、ね、そう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 ね、とかって、なるほどね。カリスマとしてね、前ね、あの松村清先生がですね、13度のあたりの柔軟球の、うん、あの4つのサインは全部ね、カリスマっぽいような能力を果たすっていうようなことがあったんですよ。でそれでちょっと検証してみたんだけど、サビアンシンボル一個一個読んでったら、ルディアの本文はそうでもないよねって話になったんですよね。一回なんだっけ、乙女と魚と、あと何だっけ、双子と言って双子と言ってで見たんですよね。特に魚が魚の底がそうなんじゃねえのっつうようなね、うん、話で言ってました。そうそう、うん、それなので。それはカリスマっていうよりも、あの相手に求められたものに応えていくからそうなるんじゃないかって話だったんですよね。まあでも松村さんもそう言ってんだね、うん、13度は他のところでもね。うん、その柔軟球のみならず、はい、その全てのサインにおいてっていうのを今、ユウ、うん、さんが引っ張ってくれた話よね。それはタロットの死神から出してるのかな。あ、そう、それもある。あと数人と数人ね。だからその数人とタロットのでね、どこまでそれがあれなのかっていうのをちょっとね、検証していかないと。ちょっとその辺はね、よくわからないんでね、分かる人の話を聞かないですね。あのね、やっぱり13だから14だからってあの分けていくのもありだと思うんですけど、今せっかくルディアの本文乗っ取ってね、いろんな色合いのこうバリエーションがあるので、うん、そこちょっと丁寧に読んでからまとめていた方がいいかなと思うんですけど、ね、うん、そうありたいですね。じゃあちょっと有名人見てみますか。まだ見てなかったらいいなと思って、うん、はい、どうでしょうか、誰がいいかな、うん、そういうような、あのさっきマイさんが言った人で全部説明しきれてたけど、誰も知らない知らない人ですか同僚の方、 その無名人の方の話をちょっと込み入ってやります。ご同情願いますか、ね、どうぞみたいな誰がいマスクでも、あれか、それ聞いたらね、ちょっと思ったんだけど、こう文章読んだ時分かんなかったんだけど、平富さんって沖縄のね、あの女優さんいるんだけど、この人は非常にちょこまかちょこまか動いてね、あの笑い、こぼれた笑いも拾ってくみたいな、あのダジャレ必ず1秒間に2回はかますみたいな、すごいちょこまかした笑いを提供する人だと思いますけどね。それなんだろう、再利用ダジャレの再利用みたいなってちょっと思ったけどな。再利用でもあるし、それこれと組み合わせたら面白いかもという実験でもいいしね、もちろんね。ね、他はどうでしょうか。おばあとかっつってね、割と有名なんですよ、向こうの廊下のテレビ。そうです、あ、そっか、テレビドラマにも出たのか、NHK かの。NHK の朝ドラで、なんかいろいろ出てたでしょ。私、沖縄行った時寂しくてテレビばっかり見てたら、この人がいつも毎日毎日出ててさ、みたいな。あとどうでしょう。ガンダムの富野。ああ、はいはい、富野さんか。この人は監督なの、富野さんは。そうですね。キャラデザインじゃなくて。まあ、そうやってますが、まあ、監督というふうに思っていただければですね。うん、カリスマっちゃカリスマですね。あ、はい、なるほど。あとその一見無関係なものって、ガンダムのあの、なんていうの、いろんな変容の仕方、変容というか変態の仕方、ちょっとモグラっぽいガンダムもいるしみたいな、いろいろな、あらゆるバリエーションみたいなの、というよりプロットの中でそういうのはないんですか。プロットの中で、うん、私ガンダムは全然知らないんで、なんなんですけども、うん、話ストーリープロットの中でなんかそういう風な、例えば伏線の張り方として、このね、ここに全然無関係に見えるようなちっちゃなエピソードが後になったらここに回収されてこうやって落ち着くんだよみたいな、そういうのってないですかね。あのツイッターのゆういちさんがさ、ガンダム大好きだから、うん、今電話して聞けば、ね、多分知ってると思うんだよねとかつって、ここでなんか最後に見えた伏線がっていうのはなかったような気がする。あ、そうなんだ。でもすごくその密室的な狭い人間関係の中でっていうところを考えると、それっぽい室内実験っぽいってことですか。
ていうか誘いっぽいですね、やっぱり誘いのところになるのって言われて、ギリギリのその心の駆け引きなどで、その芝結構揺れるもの、人間関係の密度の濃さっていうか、そうですね、あとなんか途中からこう念力能力みたいなものが出てくるの、出てきて、ニュータイプのことですか。そうですか、それがちょっとサソリのサイキックっぽさはあります。鈴木さんとかさ、私なんてファーストガンダムのはずなんだけどね、全然見てないから分かんない。ファーストガンダムが、いくつ、中日中2ですか。中日中2でテレビでやってましたよね。私もそもそも特撮ばっかりだった。あ、そうなんだ、うん、ちょっと違うことをやってたんで全然興味なくて見てなかった、ね、あ、でもなんかプラウさんとかさ、人物名がいっぱい出てくるよね。そうなんだっけ、主人公のセリフみたいなものをまとめたサイトとかさ、うん、そういうことなのが今日ね、そろ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 ありますよ、うん、でそういう意味ではこういうのあるのかな、アルブさん知らない。他はどうでしょうか、うん、もう少しね、うん、富野論も聞きたい気がしましたけどね、うん、アイビーさんはガンダム全然見てないの。そうなんですね、あ、ね、他にハマってたものがあるんです。アニメとかどうなんですか、一般的に、うん、ユルカセブンか、はいはいはい、ユルカセブンってどうなんだっけ、なんか報道を作ろうぜっていう風にで作ったやつで、ガンダムの要素も入ってるし、エヴァの要素も入ってるし、あ、これさ、富野さんが作ったやつではないんだ。あ、違います、ね、あ、違うんだ、どっかユルカの街だ、ユルカセブン。でもびっくりしたね、あれでなんだっけ、あのセーラームーンで、あの星占いとか入ってたっつうのが、いやでもしっかりしてますもんね、あれ、あれすごいよく作られてる、しかも1年で、そうそう、あっちのね、セーラームーンの時代あれ。でもさ、作家の方がやっぱり占星術知ってたのかしらね。相当知ってるから書けたと思いますよ、富樫先生の奥さんね。ああ、そうね、あとはどうですかね、富野論っていうのは誰も話せる人がここに他にいないんだけど、鈴木さんが自分で語らないとさ、全然知らないっつってんじゃないですか全然知らないじゃん。ほら、期待したって話を知ってたんですよ、ほら、漫画とかアニメとか、私増えてない分野なので、ちょっと私も分かんないな。じゃあ、他にはいなければ次の部署。他にはいますけど、うん、言ってください。工夫工夫ってことをね、うん、まあ、うん、すごい工夫というか思考ですよね、うんうん、そのテーマとしてあるんだったら、うん、本当ここの参加者スポーツが全然出てこないですけども、宮本慎也さんですよね、だから、ね、あ、スポーツの解説やってる人じゃないです野球選手です。野球のだ、日本一の名ショートストッパーですよね。先頃だと、大卒で最高年齢で2000本安打達成した人ですね。つっても2000本安打がどんな意味なのかも分かんないんでしょうけども、非常に体育でそんな 体格的にね、恵まれてるわけでもなければ、で当初はやっぱり、プロ要員、やっぱり守備要員として起用されていることが多くて、そんなに打撃に期待されているような、選手はなかったんですけどね、それをやはり、まあ、それこそ調べていただければっていう世界ですけれども、さまざまな工夫を凝らしながら、あれこれ試行錯誤を重ねていって、自分なりのこうバッティングスタイルを、構築していったという身体的弱さを何か工夫で賄ったってことですか。工夫っていうところはあのバーニャとかのサンドっぽいんですけども、そうじゃなくて、あのどういうか思考ですね。思考の思考。9度とか3度とかの感じじゃなくて、やっぱりちょっとずらして思考を試すっていうことですね。宮本選手だったらバッティングでもそうだし、守備についてもじゃあ、補給してからどういう風に投げたら、うん、もうどんだけ短時間で素早い送球が一塁にできるかとかね、うん、そういったことについてもこう
さまざまな方法っていうのをこう試して実践的にどれが使えるのかとかね、そういったことを徹底的に研究しまくった末にああいう名選手が出来上がったというのがあるので、やっぱりまあここで一人挙げておきたいなというところですね。美しいですよね。美しいぞ、エムさんは分かってる。全然分かんない。はい、じゃあ14度いきますか。いいっすか、他は。いいっすか。見たい人いる？なければね、いきます。じゃあ、行きましょうか。うん、じゃあ14度ね。いいですよね。よいしょ。14度は今度は季節ってあるんですけど、これは季節です。季節なんだ。はいはい。不動用品なの？敷くという字ですからね、はい、さっき読んじゃうかもしれないんですけども、電話線とか電線とかそういうものを敷き延べるように設置していくってことですよね、うん、不設と、うん、で人間関係の提携と包括性の意思というふうに書いてみました、うん、シンボルが仕事中の電話の架線作業員が新しい接続を設置するというものですね、まあ、そのまんまですね、これもね、そんなに難しいイメージでもなんか頭に絵が浮かびやすいと思うんですけれども、うん、でキーノートがコミュニケーションの新たなチャンネルを確立する必要というものですね、うん、これもまあ結構分かりやすいかなってイメージはつかみやすいかなと思うんですけども、うん、まあ、もう一回例によって流れから言いますと、13部がそんな風にね、いろんなものを組み合わせて、いろんな可能性を考える、そういう試行錯誤を行うような度数だったわけですよね。それ何のためにあるかっつったら、それはもちろんその前の、順位度の影響もあったんですけれども、でそれを踏まえて、じゃあこう今回ここで14度は何があるかっていうと、あれとあれを組み合わせたらこんな風になるっていうこと、うん、こんな風にしたら面白いっていう発想はいっぱいあって、うん、でそれを具体的に実現していったっていうこともあるでしょうけれども、もちろんここでまただからそのこぼれていってるはずのものがあるはずなわけですよ、ね、13度的なアプローチの中で、うん、じゃあボツネタといいますか、うん、そういったものをもう一回じゃあ今度は14度に拾っていくっていうね、そういう作業ですね。人間関係を作るということが、もう一回言いますが、ここ15度分までのテーマは交流ですから、そこを念頭に置いた話をしますけれども、13度的なその、試行錯誤のレベルからこう面白かった、これは使えた、自分にとってこういうことは、うん、生かされたので採用っていうふうになったかもしれないけれども、そこで完結するんじゃなくて、うん、さらにもっと別のチャンネルを開くというね、別のチャンネルか、あ、それでなんか違うところに行く、そう、13度で試されて、1つでも2つでも何かものになった、うん、確立できたものがあるんでしょうが、それ以外に差のある可能性を求めていくというね、うん、そういう意味でのコミュニケーションの新たなチャンネル、そういったものを確立していくということですね。でそれは私のつけた見出しにもありますけども、うん、それまでのそのいろんな人間関係、ここまでの14度までの度数全部に関わってくることですけれども、細々言うのもなんですが、そういうのを全部こうやってまとめて低めて感じで包括していくっていうね、その13度的な試行錯誤でできたもの以上に、こういったものを14度でも新たに作って、こっちもあるよ、こっちもあるよ、こっちもあるよという非常にマルチチャンネルをそうやって人間関係の中に構築していくよという、そんな風に新たなチャンネルを作るっていう意味合いで新たな電話工場してるんだっていうね、このシンブル、比喩、もちろんこのシンブルはみんな比喩ですから、ね、それと思っていただければと
でもドンピシャでね、その仕事に出る人もいるんですよ、中に。靴職人で出たら靴屋で勤めてる、ね、電話工事をされる人ってもいらっしゃるわけですか。これね、ドコモのね、社長がそうだったんですよ。あ、そうそう、いや、すごいですよ。うちらドコモ度数って呼んでるんですちょっとおせっかいみたいな動きもあるんですけど、うん、いいですよ、いいですよって広める感じ。新しいことやりたがってね、子会社いっぱい作ってました、その人は。そうか、シューズ。あ、もうそこシューズもここだね、持ってて。世界的っていうとそうかもしれませんが、自分のなんか価値観に合ったものをどうぞお隣にも前にもとかって、ここでこうやって何か構築されてるものを君もどうだよ、君もどうだよ、ですよね、そういうつながっていく感じ、そういうふうなチャンネルの開き方をあちこちへこう、うん、そこ収入がないんだ、線を引いていくっていう感じに思ってもらえれば、まあ、それがお世界というのは確かにそうなのかなっていう感じがしますね。宗教的なの、あ、宗教的な、マルチ的な、なんかアイミさんそっちにこうだ、最初のイメージ的にそれが強かったんで、なんかこれがなんか広げる人たちなのかなっていう、あ、そこチャンネルみたいなね、確率だから、人間関係に対して貪欲ですよね、11度からずっとなんかこのところ、うん、チャンネルはチャネリングのチャンネルですかね、もちろんね。そうだから、あっちの人と、ね、こう、チューンしてこう、なんか電波が入ってきてぐらいな感じですよね。じゃあちょっともう夢地見ちゃっています、ここ。ルルさん大丈夫、ここの説明で。なんか3つ目の時、人と人との人脈とかを、すごいよくこう切ったりつけたりするような操作できるんだよね。まあ、サソリパって結構ビジネス的なイメージがあるので、やっぱりそういう自分に有利な目回しとか、そういうことも人脈作りとかもできるのかな。ただ広げていくことで新たなチャンネルを確立するっていうことではなく、それと同時にじゃいらねえもんも来ていくっていうね、そういうこともまあ裏側にあるんじゃないかな、ちょっとアドバンテージが来るように調節するんでしょうね。無用な人間関係じゃしなくていいになるっていうこともあるでしょうしね、じゃあ見ておこうか、いいですかね、いいですか、いいのかな、いいんじゃない、こいいんじゃないだって、いやいや、じゃあですね、この中で誰かいますか、見たい人が、見たい人っていうかね、それっぽいような人がそっかばなんだけど、メンツの名前にピンとこねと、うん、でもさっきちらっと言ってたけど松岡修造がそうです、うん、ですね、うん、チャンネル開く人、どうですか、アイビさんは、小塚慎介と弟の方、ちょっと弟さんの方ですね、小塚さんの俳優さんの弟さん、あんまり見てこない、どうですか、あ、なんていうか、この人とかも知らない、何人出てんだろうね、小塚慎介、兄弟ともに俳優だろう、見たことないもんね、みんなが声が上がらないってことは言ったらいいみたいな、ね、前の度数でボアがいて、うん、今の度数にソエル、ソエルがいるって言われて、ずっと前に暗く前がいたことを考えると、うん、なんとなくサソリ座の女子シンガーはこんな感じかってことになります、うん、ちょっとこう地味で、うん、割と恋愛っぽいことがある、あ、それをテーマに歌ってる、斉藤信ってドラマーの人？パーカッショニストですね。あ、パーカッショニストか。夏木マリと結婚したでしょ。あの人の弟子がなったことあって、すごくいい人だって言ってましたよ。世話好きなね。あ、それ世話好きか。楽しいチャンネルで。だからその人にね、彼女いなかったらね、信さんがね、いろいろ合わせてくれるんだって、このことなのことも。だからいい人ですよ、って言ってたけど。あとはどうでしょうか、あんまりこれって人いないね、こうやって見てみるとね、知らない名前もいるし、高田光吉って誰、高田美和の、うん、お父さんですね、お父さん、白鷺三味線とか俳優さんなんですか、俳優の歌手ですよね、白
下詐欺は小首かしげてっていうようなね、うん、全然わかる。あ、めっちゃね、誰か歌いませんでした。日本部の人って結構あれですか、なんか日本部の人は悟りにしたらドライなんですかね。14度はドライ、なんか人間関係どうだろうね。あ、だからそのさっきのね、ブーさんの話で言えば、そうやって切る方にこうフォーカス持たれちゃうと、そういうふうにパーソナリティが出てくるのかもしれないっていう感じはしますけどね。でもあの逆言えばな、もう全然やっぱ名前がピンとこないっていうのは、しどるみさんとかね、アイドルですよね。結構長いですけども、まだ30半ばぐらいですかね、多分ね。非常にこう、なんだろう、結構売れたんでしょうけれども、こう事務所の問題とか不遇な活動もあって、割とアングラアイドルっぽくなっちゃってるような嫌いが小道であって、で、そういうような時代を経ながら、でも最近例えばツイッターの中ですごくイベントをやってたりとかね、津田さんといろいろ番組やってたりとかね、品音もやってますけど。だからそのいわゆる例えばレコード出すとか CD 出すとかでライブをやるとか、その活動の形態がそういうふうにいろんなものがあるとしても、例えばそれがね、例えばあのものすごく小規模のアイドルイベントだったりとかね、握手会だったりとか、そういう芸能活動の形態っていろいろあると思うけれども、今日だったらそうやってネットを利用してね、ユーストでどうこうであったりとか、そういうふうにマルチな方向へこうチャンネルを広げていって、確立しては、あの自分でやりたいことをしっかり実現していってるっていうかね、そんな感じなんじゃないのかな。シバレーとかとほぼ同期ぐらいです。あの時期的に本当ですよね。そうですよね。なんでシバレーは多分あのうまく、ね、ネットとかに出ちゃって、今実業家となって原発に出て反原発やってるぐらいだなと思うんですけども、それな、あの人脈的にも時代的にも非常に近しいし、シドさんもだから活動的にもそのやってますから、ね、まあ、本当そんなような感じでちょっと捉えてもらえればよかったね、分かる人に。ここの林谷正蔵ってあの人これは仙台の方です。仙台か、はい、今のだったらなんかチャンネル開いていろいろ芸能人とさ仲いいからありかなと思って。いやいや、違うのね。アートガーファンクより年上ですから、ね、うん、そう思ってください。じゃあ15度いきますか、総括に参ります、はい、いつもさ、なんかあの16度のピークの手前っていうのは少しちょっと中途半端なんだな。ではですね、交流のレベルの一番最後の場所の総括なんですけれども、これはどんな感じになりますか。知的遊戯を通じた人間関係の成熟とつけてみました、うん、シンボルが5つの砂山の周りで遊ぶ子どもたちと、割とシンボルですよね、まあ、絵面もたやすく描かれるかなと思うんですけども、キーノートが人間の進化の高次のレベルに同調させる精神の探求の開発の初期段階、ちょっと分かるような分かんないような感じですかね。相変わらずちょっとその辺ほぐしていきましょうか、今の、14話で、まあ、そのコミュニケーションのチャンネルをいろいろ新しく確立する、いわば多方面に開いていく、でご指摘があったと同時にそれを削っていくっていう動きでもあるわけですよね。そのような14度だから、そんな風に人間関係を整理するといえば整理だし、でいろんなものを自分の中の人間関係を包括的に見直すっていうようなロスでもあったわけですね、14度はね。それを踏まえて、じゃあこの15度でどうなるかというと、非常に、その総括で示しちゃった通りの遊びっていうものがここで大きな、キーワードテーマになってくるんですね。それも非常に高度に知的にこう洗練された方向での遊び、くだらない遊びというよりも、知的な優位性の高いもの、そういったものを通じてのコミュニケーションっていうのに、高い親和性を示していく、
どうするかというふうにね、うん、思っていただければというところですね。この5つの砂山というものには何か意味あるんですか？はい、ありますね。これがあのまた例によってあれですね、うん、五芒星ですね。あ、五芒星か、うん、いろんなところで出てくるよね。五芒星とこんなんだっけ、五芒星じゃん違う、五芒星ってアイビーさん、五芒星ってこれでよかったっけかとかじゃないんですね。いいな、はい、これ5つありますね。五芒星でもいいし、あの5ポイントスターでもいいですよ。そんな真ん中に線を引いてね、やつでもいいですけれども、うん、5が1つだから完全な人格の象徴的に、まだあの、ね、オカルト的なものとして捉えてもらえればいいですけれども、うん、まあ、あとね、それと外にさらに線を越えてエニアグラムにしてもいいんですけれどもっていうところですね。まあ、そういった横的な線のつながり合わせって時もまあ一つですね、あの人格の完全性というかな、うん、そういった意味での5ですね、うん、でそういう意味合いでの数字5を使って、うん、5を使ってじゃないですか、5がこのシンボルの中でどう扱われているかというと5つの砂山ですからね、うん、砂山、その砂場で子供が遊んでいるんだけれども、それがこう5つ砂山があったんですよね。素晴らしい絵を描いていただいてますが、なんかキャリーじゃねえかっていうような感じがして、キャリー、ああ最後のあれね、カーッてあれ、そんなような、ちょっと分かる人しか分かんない、2人しか分かんない、年寄りしか分からないんですけどで、今5つの砂山ができていてと、でその5っていうのがどういう意味かっつったら今言ってるようなことなんですけれども、だそれがそのそれぞれがだから一つ縄張り意識を持って子どもたちが遊んでるっていうふうに捉えてもらえたらね、これ松村さんも同じこと言ってたね。そうですか、うん、あのそれぞれの山が一つの例えば産業界とか、例えば何とか界っていうのがあるそれはそういうふうに合法性の意味はそれなりにちょっと、うん、あの本案していくのは結構なんですけども、うんうん、5つあってそれが全部一つのじゃあ砂場にあるっていうことで、うん、あのコミュニケーションが包括されてるっていうね、うん、そうそんなでいいと思うんですよ。そこにこう散らばってバラバラで、うん、あっちの砂山で子供たちが遊んでてこっちで遊んでる子供たちもいるっていうね、うん、それが同じ場でこういうふうにいるという状態、うん、それがこう不足不利の人間関係とも言えるし、うん、それがこう総じて相対として見た場合には、うん、その完全された人格の象徴であるというふうに思ってもいいかなと思います。松村さんの場合はね、その一つのそうじゃなくて通りだ、後さ松村さんの場合は一つの世界観の中でてっぺんに上り詰めたものしかわからないあの感覚はね、で何か交流が始まるんだ、その5つの山の頂点に立った人間が立った人間しか分からない形での交流が始まるよね。なるほど。あとはどういうか、うん、本日の企業のそういうどちらが業績を上げるかとか、うん、そういうことも実はすごくこう子供しみたカラーゲームとか、うん、こっちの方が出し抜いたぞやったとか、うん、そういう子供しみたうん、心で行われていることなんだみたいなことが決定がありました、うん、こっちの山の方がでけえぜお前のこういう高いぞみたいなですね、うんうんうん、でそういった状況がこう5つ並んでるじゃないですか、バカらしいような感じだって子供じみてるって感じじゃないですか、それは、うんうん、その本日の企業のどっちが偉いとかに潜む根底の心は実は子供的な人生比べであんまりね幼稚だっていうことですかじゃあ、うん、だからそんなになんか交渉の行為じゃないよ、うん、ないよって大人的に、ね、でもある程度そこ極めてみないとそこでしか通じ得ないものはあるよねって話を、うん、私につけた見出しとか、うん、その昨日との方にじゃあ戻ってみれば、うん、これはだから成熟への関係なわけですよ、関係の、うん、関係の人間関係の成熟に向かっていって、今のに無理やりかなちょっと引きつけて言うと、その山を極めた者同士、頂点に立った者同士がこう、うん、結びつくというのが、うん、その成熟した人間関係っていうことなのかななんて今思いましたけどね、うんうんうん、こ
工事のレベルって書いてありますよね。人間の人間の進化を工事のレベルに同調させる精神の探求の開発の初期段階っていう、初期段階というのは砂山で遊ぶことであって、山をいただくっていうことはその頂点に高む、頂点の高みに登るっていうことなのかという、そういうことかな。じゃあ、それは松村さんの本案というか考えたと思うんだけど、ね、っていうふうにした方がいいですかね。ですよね。どうですか、ルディアが言ってるというよりはと思うんだけど、じゃあ鈴木さん、ここで大事だと思ってるのは成熟の方です。成熟及びその前座に書いた知的有利ということですね。だから非常にその砂山で遊ぶというのがなんか何の変哲もないこうなんかコネ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 してるような感じなんだけれども、イメージとしてはね、そうでしょうが、それあのそれよりももっとこう知的な優位性の高い、知的レベルの高いところでの優位だっていう、それがそうね、あのキーノートに現れるっていうようなところで、あくまでも人間との交流っていう、この交流っていうのがテーマであるこの15部分第15のシーン の, あのテーマに引き付けて考えた場合に、その砂山で遊ぶっていうことはそんなに地位ではなくて、子供にじみた地位ではなくて、なんていうか、もう少し精神性の高いものだよという、そういった方向へのこうシフトが14度からの流れっていうのだとあるよねって、少なくともね、14度ではさっきね、もう書いていただいたように、あのコミュニケーションを取捨選択することでもあれば、そのね、新たに確立して作っていくっていうことでもあるんだけれども、その前提にした上での15度、総括しての総括としての15度なわけですから、あくまでもそこをこの流れで見てほしいものは何かというと、その有意性ということと、人間だけの成熟ということにちょっとフォーカスを置いていただきたいという感じでございます。ちょっとそっち取りたくなった人がこの中に出てきたんで知的遊戯というところでキーワードがあったんですよ。というか、あの、説明で、文章じゃない説明でどうでしょうか。説明でじゃあご質問ないですが、アイリーさん聞きたいこととかないでしょう。15だけがピンと来る。11、12できて、11、12、13、14できて、ここだけ。どこら辺になるか。イメージが分類ですね。なんかこう、絵の感じとかも。キャリーみたいだから分かんないとして、なんだろう、なんて言えば、それまでは11度が溺れてる男が救出される。ちょっと辿ってみましょうか。一体感みたいなんですよね。で12度が公式な舞踏会だから、まあ、これでもね、釈放して生命化していくというところがあって、で13番目が発明家だから、思考だったよね、試してで、14番が14の施設か、施設閉ざされた環境下での高尚な遊びっていう解釈みたいと思います。15はそうです。あ、それで大丈夫だとか、どうか、あ、15番もね、閉ざされたっていうふうにはでもそんなに思わない。でもやっぱり、開かれたっていうふうに思った方がいいと思いますよ。